失礼します。今日さ、ここに来るとき、3人で電車で来たじゃん。あ、そうなんですよね。下北まで3人で電車で一緒に来たんですよ。その時俺さ、やりたいことあるんだけど思い出せないってこうずっと言ってたじゃん。うるさかったね、お前。電車の中でやりたいことあるのに思い出せないってうるさかった。そのやりたいことさ、今思い出せたのよ。思い出すか？そう。なんだ？熱血教師やりたいな。電車の中でやろうとしてたの。そう。電車の中で熱血教師。思い出したら電車でやってた。危ねえ。また電車で思い出さなくて。思い出したから今やっていい？あ、今なら全然やっていいよ。本当に俺熱血教師だから、お前不良の生徒って。電車でやらせようとしてた。電車で不良の生徒やらせようとして、熱血教師やらせようとやろうとしてた。やばお前、危な。今だから。まあそうか、そうそうそう、電車で思い出さなくてよかったね。そうそう、だから不良の生徒で殴り合いの喧嘩して、はい、それは俺が止めに行くから。止めに行くから、それは、まあ、ここだから本当に喧嘩すればね。わかった、ボカン、ズドン。お前電車の中でそんなこと言う？電車じゃ言わない電車じゃ言わないこんなこと電車でボカン、ズドン、やばすぎるやばすぎる、ね、ここだから。あ、もう一回やるから、はい、ボカン、ズドン。おいお前、喧嘩やめろ。俺らふざけんな。ふざけやがって。ふざけやがって。絶対、絶対芸風変わったと思われるやりすぎ、やりすぎ。もう止める人でしょ。ダメだ、そんなに殺すぐらい流れるビシャ。お前もさ、電車の中でさ、お前やっちゃダメだよ。電車じゃやんないんだけど。ここだからやってんでしょ。え、俺に関しては電車でも同じことやってるよ。マジで？今のやつやるよ。やばすぎるって。よかった、電車で思い出さなくて。もう一個、電車でやりたいこと思い出した。まだあった。そう、ラーメン屋の店長。なんで電車でやろうとするんですか。ダメやった。思い出したらやってた。危ねえ。よかった、電車で思い出さなくて。ちょ、思い出したから、これも今やっていい？あ、今だったらしょうがない。本当に、ラーメン屋の店長やから、お客さんやって。やろうとしたらね、そう。電車の前。お客さんやらせてた。わかった、わかった、やるから。あ、おったな。ウィン。え、いらっしゃい。醤油ラーメン。誰が醤油ラーメン電車の中で頼む？電車で頼む。誰、もうそのまんま返すぞ、その言葉。誰が電車の中で醤油ラーメン頼むの？誰に頼むの？あの、俺に頼まない。突然電車乗ってて醤油ラーメン作ってくれとか言わないでしょ。電車だからやって、ここだからやって。お前もさ、電車の中でヘリやっちゃってうるさい。だから言わないんだって。こんなこと、ここだからやっても。俺に関しては、電車だろうとどこだろうと全力で店長やる。やんな。やんなよ、そんなこと。電車やる。ヘリやっちゃってうるさいの。言うよ。ここだからやってんでしょ、ずっと。やってる？やるって。なんでこっち見てんの、俺。え？すごい、なんか鹿みたいな顔してる。いや、鹿みたいな。いや、お前、誰のどこが何だ。どれか聞き取ってよ。誰のどこが何だよ。お前の顔が鹿なんだよ。そうやって言ってよ。そうやって言ったんだよ。誰のどこが何だよ。お前の顔が鹿、誰の顔が鹿だよとかなんか分かるけど、誰のどこが、どれか聞き取ってさ、でも、俺はここだからやってんだよ、そんな。電車の中でやってないからいろいろ。もう一個。もう一回やりたいことあるわ。もういいよ。思い出した。何個あんだよ、電車でやりたいこと。もう一回、何？おばあちゃんに場所譲ってあげたくて。それは電車で思い出してよ。思い出してどうすんの、そんなこと。だからもう、しょうがないから、お前、おばあちゃんやって。いや、なんで今思い出すの。電車で思い出したけど、本当におばあちゃん席譲れてたじゃん。いや、もし電車で思い出して、その中にリアルなおばあちゃんがいても、俺はお前におばあちゃんやらして、お前に場所譲って。なんでそれ。なんでリアルなおばあちゃんって何だ。おばあちゃんリアルだろ。おばあちゃん言って、俺におばあちゃんやらせて、俺に付く。そうだよ。意味わかんない。それがしたいか。それがしたい。やってくれ。おばあちゃんやればいい。そうだ。わかった。頼む。おばあちゃん、場所どうぞ。立ってちゃ意味ない。一緒に帰れない。OK、どうもありがとうございました。